松本英子のセルフライナーノーツ。こんにちは、松本英子です。セルフライナーノーツボリューム7、今回はシングルからではなく、ミニアルバムから1曲特集したいと思います。2009年の12月の20日に、リリースされましたミニアルバム N の中から、一番最後に収録されている Life という楽曲です。でこのミニアルバム N はちょうどデビュー10周年のタイミングで制作したんですけれども、私自身その前の年に出産をしていまして、で結構子育てをしながらもバタバタともう必死に制作したというそんな記憶がありますけれども、まあ、そういう時期だからこそできた、Life という曲だったかなというふうに思います。テーマは命でした。もちろんその出産をしたということも大きいトピックとして一つあったんですけれども、それだけではなくて、ちょうどその妊娠が分かったタイミングで私の母が、大きいちょっと難病が見つかってしまいまして、で本当にこの自分で出産をするということと、それからその母の病気と向き合うっていうこと、この2つのことが重なったんですね。で、まあ、どうしても子供にもそうですけれども、母に曲をプレゼントできないかなということを思って、考えて作ったのが Life という楽曲です。で作曲は今井千尋、そして作詞は私松本英子なんですけれども、主人でもあります今井千尋、彼に、命をテーマに曲を書きたいという話をしまして、で私自身こう書きたいことはあるんですけど、でもこうあまりにも思いが溢れすぎて、どういうふうに具体的に言葉にしていっていいかっていうのがすごく、難しかったんですよね。でかなり悩んで、で、今井にも相談しまして、で、曲と一緒に歌詞も練って一緒に作っていった、そんな一曲です。でライブではですね、当時リリースの前に何度か歌ったりもしていまして、結構3声でハモったりとか、そんなアレンジでお届けしていたんですけれども、ミニアルバムの方ではアレンジを石崎ひかるさん、そして、今井千尋の2人にねやってもらったんですけれども、もうとにかくシンプルに、伝える歌だから、もうアレンジもシンプルでいこうということで、ガツンとピアノでアレンジされています。もうこの曲は、当時は結構歌うたびに自分でも泣いてしまうぐらいこう気持ちを込めて、歌っていた曲なんですけれども、最近になってまたライブでも歌わせてもらうんですけれども、またこう年月が経っていくにつれて自分の中でも解釈が変わっていくような、でも心の中にずっとこう温かい気持ちが残るような、そういう楽曲になったなと思っています。私はですね、その母だったり子供に向けて、紡いだそんな楽曲なんですけれども、皆さんにとっての、そばにいる人、大切にしたい人、そういう人を思い浮かべて、聞いてもらえたらとても嬉しいです。そしてこの円のアルバムなんですが、ジャケットはこんな感じになっています。当時作ってから一度この CD は販売は終わってしまったんですね。当時生産した分は終わってしまったんですけれども、数年前にまた再販しまして、今も皆さんゲットすることができますので、まだ持ってないよという方はぜひチェックしていただけたら嬉しいです。それからこの翌年にですね、実は母が詩を書いて、そして私が写真を撮った写真詩集というのを出したんですね。でこれも一度、販売は終わってしまったんですけど、また、再販したいねと母とも話をしているので、それがいつか実現したらいいななんて思っていますけれども、そんなミニアルバム円から、当時の音源で聴いていただきたいと思います。 Life
足早に過ぎてゆく毎日の中でふと少しだけ立ち止まり確かめたくなるんだ君の胸に手を当て響いてくるのは同じリズムで刻んでゆくその温かな命君がいるそれだけが一番の宝物だよ生きること死ぬことが少しだけわかった繰り返したいくつもの出会いと別れそのどれもがこの僕を育ててくれたんだねやがて命果てる時君の手を握り思い出すのはいつか見た名もない道の花何事もない今日が一番の宝物だといつの日か教えられた音もない夕暮れ春に咲く花たちは冬の中でいつか来るその時を信じて待っている君がいるそれだけが一番の今日も目覚めた